愛知県幸田町にある日高病院。この時期、発熱や倦怠感を訴える患者さんが次々とやってきます。じゃあちょっと今からですね、抗原検査とインフルエンザの検査をするので、はい、2ヶ月ほど前からこの病院で働いている前島貴子医師、57歳。ドクターはたった一人。コロナの患者さんも多く、孤軍奮闘しています。発熱外来の患者さんが一段落した後には、院内で待っている患者さんの診察が始まります。おはようございます。すみません、どうぞお座りください。はい、お願いします。前の院長が亡くなって3ヶ月間休診していたこの病院、前島医師が来て再び開院しました。お話ししやすくて、なんかすごいほっとしました。今の医療ってドクターはパソコンの画面を見てて変わりないですねぐらいで終わってると思うんですよね。ベテランドクターのような落ち着きのある前島医師ですが、今までそれほどその扱ってなかったっていう疾患が多いので勉強して、お薬のこともですね、いろいろ勉強させてもらってます、実は54歳で医師デビューした4年目のドクターなんです。よろしくお願いします。どうぞ。ふるさとの島根県で薬局店を営んでいた貴子さん、医学部に入学したのは40歳。3人の子供を育てながらの挑戦でした。貴子さんの挑戦をサポートしたのは夫の光政さん。光政さんが子育てのほとんどを担う時期もありました。子供を背負いながら自転車だったかな、後ろに乗せたり前に乗せたり、で学校に行って保育園に預けて、であなたはエビコに行ってってずっとお守りしてたみたいな、ずっと見てましたよね。もう本当にフル装備で、土日はほぼ模試とかあるともうずっとやってなきゃいけないんで、楽しかったんで、子供がすごい好きだったんで、受験勉強と育児の両立、苦労をしながらも医師になることを諦めなかったわけ、それは貴子さんのお父さんとの突然の別れでした。体の健康も悪かったんですけど、最終的には自殺したっていう形で終わっていて、健康問題で悩んでいたと思います。で、糖尿病もあったんですけど、足がふらつくっていって仕事も持ってたけどうまくいかないっていう感じで、私が第一発見者だったんですけど、その時はすごく、もちろん反省というか後悔ですね。父を救えなかったことへの後悔から医学の道に進むことを決意。夫の献身的なサポートの甲斐あって、なんと七浪の末、愛知県の私立大学に見事合格。正直受からないだろうなっていう、受からなかったと思いますね。通分すらできないみたいな、通分はさすがにできるんですけど、正直言って毎年挫折しながら、本当にダメだなと思ったのは5浪ぐらいからがもうやばいっていうのはあって、諦めるっていう選択肢がなかったんですよ。すごいですね。その後医師の国家試験に3度挑戦し、54歳でついに念願の医師に。今までかかった学費はまだ返済途中なんですよ。半分ぐらいいったか、結構長くですよね、家3軒分ぐらい何度もくじけそうになりながらも諦めなかった前島医師、夢を持つ人に伝えたいことは、私みたいな勉強が得意とか若いとか才能があるっていう人じゃなくても、そういう難関と言われるものでも挑戦できるし、自分のやりたいことをたとえ子供がいたとしてもできるよっていうことを伝えたいです。